はい、新党大地鈴木宗男代表です。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。今廊下であって、はい、すいません。ありがとうございます、はい、ツッコミでしたね、はい、日焼けされてますね。もう選挙運動やってますから。そうなんですか。北海道もそんな紫外線が強いんですか。北海道が紫外線は一番強いんですよ。そうなんです。日照時間が長いですからね、はい、北海道は。なるほど。はい、はい、今回の福田改造内閣についてなんですが、はい、何々内閣かなということで、はい、たった今考えていただきました、はい、ぜひフリップの方を出していただければと思います、はい、じゃん。福間伝人事内閣です。その心は。麻生さんの起用によってですね、はい、党三役四役からですね、内閣に谷垣さんだとか、二階さんが、あるいは伊吹さんがね、移らずを得なかった、はい、そういった意味でまたこの麻生さんの前蔵だとか、はい、密約説なんていうのがありますね。あ、持ってましたね、うん、ですからまあ、はい、福間伝に、合わせてですよ、はい、福田の福に麻生の阿で福間伝内閣と、そういうふうにかけてらっしゃる、ね、そういうことですね、はい。もうこれどっかで聞かれて話してたんですか。いや、もう初めてですね。あ、すごい、はい、さすがですね。やっぱ政治家たるもすぐ考えなくちゃダメです、ね、はい、そうですね、今言われましたから。ありがとうございます、はい、そしてこの組閣の、メンバーなんですが、はい、大臣の皆さんの何かありますでしょうかね。まあ特筆すべきものは全体的に地味ですね。あ、地味ですか、はい、ただこの内閣でやはり一番の要は伊吹財務大臣でしょう。そうなんですか、はい、幹事長から移動されて、はい、これは伊吹さんはやはりですね、バランス感覚がいいですから。あ、そうですか。福田首相もですね、内閣のやはり中で相談相手が欲しいですね、はい、そこで伊吹さんにお願いしたと、実は組閣の前の日の31日、はい、伊吹さんが夜ですね11時過ぎに福田さんと公邸で会いましたね、はい、伊吹福田会談があった、はいはい、あの後伊吹さんから私電話もらってんです。あ、なんてですか。入閣しないかと。財務省を打診されたという。じゃあもうそれご存知だったんですか。はい、その伊吹さんからはどうも私には内閣その財務省でですね、はい、協力してもらいたいというニュアンスの話があったということを言ってました。それをなぜ鈴木宗男代表におっしゃるんでしょうかね。私と伊吹さんとても近しい関係ですから。そうなんですか。そういう関係でいろいろですね、しょっちゅう電話でもやり取りしておりますから。あ、はい、どんな感じでした。いや、私はただそれも一つの考えでないかと。やはり財政再建とかですね、同時に小泉改革から軸足はですね、はい、やはり政治は弱い人のためにある、あるいは政治はこの恵まれない人のためにあるというですね、価値観を変えなければいけない。今弱肉強食、はい、勝ち組負け組という格差が広がってる、はい、これはやはりですね、予算編成でですね、はい、国民生活を守るしかないわけですから、この点伊吹さんの逆に働きがいというかね、やることがあるんじゃないかと、はい、いうふうに私は話しましたね。そうですか、はい。そしてこの内閣は小泉改革への決別というふうに言われてるんですが、その点はどうでしょうか。小泉さんは改革って言ったけど、あの人も官僚政治をやっただけでね、はい、もうまあ、ただ髪の毛振り乱してね、何がライオンヘアかって私は言いたいですね。その結果、はい、今若者はやる気を失ったりね、地方は疲弊してしまったり、はい、会社が倒産したり、はい、リストラされたり大変なんですから、ここはね、もう思い切って流れを変えなければ、はい、日本は持たないと思いますね。そうですか、はいはい、私はこの小泉構造改革というのはね、あんまりにも急激にやりすぎて失敗だったと。あ、結果として何が残ったかね、今付けが来てる。私は示してもらいたいしね、特にこの北方領土なんかは帰ってきたものをね、小泉田中真紀子という、まあ、全くね勉強してないこの大臣の誕生でね、頓挫してしまった、国益を損ねてるのは誰かということで、検証をぜひとも私はしてもらいたいなとこう思いますね。はい、わかりました、はい。この間北海道に行きましたら、いっぱい宗男さんグッズが売ってたんで本当に驚いたんですが、もう大変な人気なんですね、まあ、全国的にもそうなんですが。今日も私は鹿児島から帰ってきたんですがね、はい、昨日も鹿児島ですか。鹿児島でも講演したんですけども、はい、おかげさんでね、やっぱり心ある人たちは、はい、やっぱり真の政治家、
政治は誰のためにあるかという面ではね、うん、鈴木宗男がやっぱり一番この叩き上げの政治家として、うん、我々国民の目線で、はい、物事を考えてくれているぞという理解はね、はいはい、私はしてくれているということでありがたいと思ってます ね。やはりご病気されてマラソンに出られて本当に夢を与えてくれた感じがしますもんね。なんだってこれ国策捜査で逮捕されてですね437日も拘留されてしかし今国会に関白できたんですから、はい、私はまだまだ日本人は捨てたもんでない、はい、分かる人は分かってくれる、はい、同時にね若い人にもねこのやる気を持て、はい、目標を持てと、はい、めげるなと、はい、めげるな、うん、私は天国と地獄を見た者としてね、本当そうですよね、そんな若い人にね少しでも活力を与えたい、そのためにも私自身がね結果を出していきたいと、はい、こう思ってますね。はい、はい、分かりました。本当に今日は廊下で会ったのにありがとうございました。はい、民主党の松木健康でございます。今回の内閣は、福田内閣、さよなら内閣としました。まあ長い間ね自民党さんも一生懸命政治をやってきました。これが最後の内閣になるでしょう。今度は小沢内閣で頑張りますんでよろしくお願いします。以上でございます。はい、ロックステレビミワチャンネル突撃永田町、今日は組閣スペシャルということで田村光太郎参議院の部屋に突撃してしまいました。本当の突撃ですね。いや本当ですよ。すいません、ちょっと、ね、この突撃は初めて、ね、初めてですか、ね、新しい感じですか。来ていただくアポイントを取ってすいません、ね、はい、アポイント時間通り来ていただいて、はい、中身が突撃っていうのは今あったんですけど、最初から全部突撃って昨日も鈴木宗男さんと廊下で会って、ゲットさせていただいてごめんなさい。いや今日とにかくですね、私自分も着物なのでインパクトあるかなと思ったんですが、どうですか今日のいでたち。今日はまあ半分ダンスって感じですかね。半分ダンスですか。半分ダンス。これ上はダンスじゃないです。上のダンスはあそこに入ってるんですけど、この下は完全なダンスですね。そうですか。でここはもう僕のダンスシューズなんです。ダンスシューズぜひ拝見させてください。僕は開けるわけにいかないんで。えちょっとじゃあどうしてですか。目が作れますから。そんな、今日皆さんがドバイで作ったんですか。アブダビですか。日本なんですけど。日本ですか。アブダビにもドバイにもないと思います。ないですか、はい、すごいな。いや実は今日皆さん来られるんだったらまあちょっといろいろ。いいですか。あどうぞどうぞ。いや申し訳ないです。ダンスの取材を受けてましてね。そうですか。こういう日に来られるとはね。やっと匂いしたんですよ。すごい匂いしました。ちょっと違う引き出しを用意しようと思ったのに。いやいやいや、もう今日はこの前と変わらないじゃないですか。これじゃね。素敵ですね。ありえないでしょ。北海道で作ってるんですねこれね。何十年もダンスシューズ作られてるところなんですけど。あそうなんですか。びっくりされてました。そうですよ、ね、初めてこのオーダー来たっていう。さすがですね。革のゴールドですからね。これドル革にもアルマにもないです。そうですか。今日ベルトドル革だったですよね。なんで知ってるんですか。そういうのチェック早いんですよ。早いね。一瞬で見るんでパーッとかるんでそうです、はい、それでそのすいません赤いレッドのパンツは、はい、すごいですね。これはダンス。そうですね。ちょっと地味に抑えたんですけど。いや私びっくりしました。半分にしたんですよね。あ腕をぜひ今井触ってくれる。それ8月31日に僕 そのダンスの披露会があるんですけど、その時に8月31日に、大倉であるんですけど、もしよかったら。そう、行きます。これパソドブレって言って闘牛士のダンス。あ、はい、あよくご存知ですね。闘牛士のダンスですね、はいはい、ですから、まあ、夢じゃないですか。シャルビーダンスでも出てくる。赤でちょっと牛と戦う衣装を。これ本番用の衣装ですか。ダメですか。いやすごいな。いやちょっとダメ出しが出たな。いや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 地味すぎたかなと。ここに座るのもつけるかなと。そしてゴールドもこの送ってということで。ダメですか。素晴らしい。ありがとうございます。すみません、パソドブレっていうのはパートナーはいらっしゃるんですか。います。最初はちょっとソロのパートがあって、途中で出てきていただいて。パートナーはどの奥様。パートナーはそのダンスの僕の先生で、インストラクターなんですけど。先生じゃないと こなせらんないでしょうね、このコスチュームは。もうマント扱いですから
女性をマント扱いするっていうダンスですね。すごい、それはあのド M の女子たまんないですね。いいですか。じゃあ次回、ね、よろしくお願いします。こうやったりああやったりとか。あ、いいですね、持ち上げたり。わかりました、はい、ぜひ上下げになってください、はい。ですね、今日は8月5日ということで、先日組閣があったばかりということで、この福田改造内閣に命名してもらおうと思って、田村参議院のところにやってまいりました、はい。あの政務官あたりね、明日あたり呼ばれるんじゃないですか。今日でしたっけ。いや、ないでしょう。ないんですか、はい、ダメですか。まあ、あねえ、ノーコメントですね、はい、はい。まあ、僕はなるほどね、なんか迫力のある顔の方が多いですね。あ、そうですか、ね、うん。ファッションは、オーソドックス。あ、ね、ファッションチェック、若い写真使ってる人もいますね。どうだったんですか。まあ、茂木さんとかね。あ、いつの写真だめ。茂木さん、いい男ですよね。あ、タイプですか。うん、いや、私タイプじゃないんです。モテ、こういう人は地方でモテるだろうなと、うん、スナックとかでそういう顔をしてます。なるほどね、はい。あ、なるほどね。これなんか書かなきゃいけないですか。そうです。じゃあファッションで攻めましょうよ今回は。ファッションでちょっとコメントしようがないとこれちょっとダメ出しばっか、うん、なんでしょうね。今日もすごい時計してますね。今日目立たないように地味に置き時計をしてきましたね。いやー、懐中時計ですねそれ。置き時計を手につけたっていう。そうですか、はい。ちなみにどこのなんですか。これね、ベステルって言って、はい、まあ、ハリウッド のもう見てよっていう感じ、見せびらかし。あ、そういうための、ね、僕にありえないやつなんですけどね。はい、これはエクササイズもいいんですよ。あ、ダンベル代わりで、はい。はあ、相変わらず風水やってらっしゃるんですか。龍ですね。龍ありますね。龍、うん。いずれ田村参議院が入閣された時は龍のグッズですね。胡蝶蘭とかじゃなくてね、うん、はい、はい、できました。それでは行ってみたいと思います、はい。ラスト侍内閣、はい。いや、ドキしました。もうドキドキしました。だってラストなんて言うからラスト内閣かななんて民主党の方かと思いました。とんでもないラスト侍ないみたいな。え、いや、なるほど、うまいですね。やっぱりやっぱり自民党の最後の侍を集めたというところです。あんまり見てないですから関係者。侍を消さないでくださいね。あ、わかりました。もちろんですよ。大変なことになっちゃいますから ね。私たちはですもん、田村参議院がレッドカーペットを踏むの見たいんですから。ですよ ね。こんなその時服で行くか。ねえ。それでまあ着ていきましょうか。絨毯 ね。いやー、すごいですね。いや、でもですね、この先日の、なんていうの、何とか式、何式って言うんでしたっけ。認証式ですか。認証式の洋服についてはいかがですか。ファッションのチェックは。いや、見てないです。見てないですか。あ、そうですか、そうですか。見てないんですか。なんかありましたか。いや、特にないですね。まあ、そういうね、ラスト侍ですから。ラスト侍ですか、ね、そんな 服は自民党、ね、政策第一ですから。そうです、ね、もう重厚なラスト侍を集めたわけです。うま、はい、いな、すごい、ね、ナイス。まだちょんまげも切ってないような人たちですから。ないですか。いや、そうですか。グローバルか大丈夫かみたいな。そうですね、オープングローバル大丈夫かないんだみたいな。そうですか、はい、はい、わかりました。ラスト侍ではね、最後侍どうなりましたっけ。私見てないんです。あ、そうですか、はい。どうなりましたっけ。誰も見てないと思います、ここ。あ、見てないんですか、はい、はい。まあ、今の質問なかったということで。はい、わかりました。はい、それで春ぐらいになりますけど、私はい、ある雑誌でフラッシュの雑誌でフェロモンランキングで第6位に据えたんですけど、見ていただきましたよね。もちろん見てないですよ。見てないんですか。僕らなんですかそれ。え、どうしてですか。だって見ない、教えてくださらないと。でも出てから見ましたよね。見てないですけど。そうなんですか。本触れなんですか。いや、そういうのは勝手に書くべきだなと思って。あ、そうなんですか。第6位。第6位なんです。前の5人は誰なんですか。前の5人どうでもいいんですよ、はい、6位が問題なんです。6位が問題なんですか。そうなんです。6位が本音なんですね。そうなんです。それで、ね、あの時に記者さんがみんなを取材に行ったんですよ、こう覆面で、うん、遠くから撮って。でも帰ってきて私の事務所に来てくれて、もう田村さんの
あの時計が最高でしたとかいう。時計ですか。どんな時計しましたかね。いやもうごっつい感じで。ああそうですか、でまたですね、いい笑顔をされてて、あれみんな抜き打ちで撮ってるんで、うん、ね、あの普段よりも悪い表情の方とかいっぱいいらっしゃったんですけども、田村さんの場合はもう最高のもうブロマイドみたいな感じで。なんで教えてくれなかったんですか。あれからファン増えてないですか。誰もそれに反しないんだよ、本当ですか。本当です本当です。6位が骨だったんですね。6位1位からはちょっとお上手が入って、6位3人ぐらいいるんですが、よろしくお願いします。長谷博士さんと中山康秀さんですか、うん、あの辺がいいんですか。あの辺、いや、あの別に何をしようっていうんじゃなくて、ランキングをつけてたらそうなっちゃったっていう結果論なんですよ。なるほどね、はい。なんかあれですか、スコアかなんかした出した。あ、そうですね、ファッションセンスは多分100点のスコアだったと思います。当然ですよね。いや本当に良かったです。もうこっちが欲したい写真を撮ってくれた、あの、やって分かるからいいですよね。やりがいがありますよね。どういうことですか。いやファッションね。あ、ファッションね、うん、大好きですからね。まあいろいろ誤解されてますけどね、最近はあれですか、あの、はい、どんなブランドが、やっぱドルガバなんですか。ドルガバですね。この前もドルガバでしたね、はい、だけどまああのドルガバを着崩すのが僕は好きなんですよね。かっちり着ないと、あの上だけちょっと変えるとかね、下だけ変えるとか、ネクタイもちょっとおかしくするとか、やっぱね、なんていうんですかね、デフォルメするのが僕好きなんですよね。あ、着崩すのがね、違うんです。トータルな、はい、そのファッションコーディネートっていうのはもうなんて言うんでしょう、印象が薄くなってしまうんですよね。そうですか。ちょっとデフォルメすることによってそのインパクトが残るんで、で、まあ、覚えてもらってなんぼの世界じゃないですか、はい、ですからやっぱりその印象に残るような、もう全てがプレゼンだと僕は思いますから。今日もプレゼンですか。ダンスやってもそうですよね。こう仕草から姿勢から全部もう、ね、自分をマーケティングしていくという、はい、そういう方はご家庭ではどうなんですか。ご家庭では家でもプレゼンされてるんですか。いえいえいえ、まあ裏表ないですからね。ということで、今日本当に突撃でありがとうございました、はい、どうも。なんか締めの言葉をどうぞ。いやもう本当にラストサムライに頑張って。あ、ラストサムライね、はい、クヨフネ襲来に負けるなと。負けるなと、はい、分かりました。はい、どうもありがとうございました。田村幸太郎参議院でした。